1966年の阪神タイガースでは、1966年の阪神タイガースの動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、杉下茂が監督に就任し、前年まで監督を務めた藤本貞義が総監督に就任したが、杉下が8月に辞任し、藤本が監督に復帰したシーズンである。1965年まで監督を務めた、 藤本貞義総監督に代わり、投手兼ヘッドコーチの杉下茂が昇格。杉下新監督はベテランに頼るチームの体質改善のため、それまで内外野の控えだった安藤元王二類種のレギュラーに、ドラフト2位でこの年入団の藤田大を開幕1、軍に入れるなど若手を積極的に起用。チームは5位ながらも、 首位の中日と3.5ゲーム差とまずまずの成績を残すが5月以降は前年優勝の巨人が首位に立つと中日ともどもチームは苦戦を強いられた後半戦以降の巻き返しが期待されたがチームは黒星が先行しさらに起用した藤田などの若手が経験不足を露呈するなど誤算が続き8月11日には遠征先の広島で 杉下監督の休養が発表。急遽藤本総監督が再び監督に就任しチームは終盤の10月以降広島を抜き3位に入るが優勝の巨人に25ゲーム差、2位中日に12ゲーム差をそれぞれつけられる惨敗で3年ぶりの負け越しに終わった。ありがとうございます。